なおちゃんと申します。ご視聴ありがとうございます。今日もお話しさせていただきたいと思います。今日はですね、街歩いててですね、あ、こうやって散歩これから行くんですけども、最近こう散歩しながら思うことがありまして、それを今日お話ししてみたいと思います。3月になってね、暖かくなってきて、町内歩いてると、ね、散歩してる方がたくさん増えました。でこんにちはこんにちはって挨拶しながらね、まるで山登ってるみたいにすれ違う人に私挨拶するんですけどね、え、私の住んでいる長野県の町の人は、みんな挨拶返してくださってありがたいなって思うんですね。で、オンラインでお仕事させていただいているので、私も時々ね、運動しながらちょっと意識しながら運動しなきゃなと思って散歩するんですけど、皆さん本当にこちらから笑顔で挨拶させていただくと、挨拶返してくれて嬉しいなと思うんですね。で、観察していてですね、皆さんはどうですか？皆さんのお住まいで、こんなことありませんか？この人の笑顔はなんか素敵だなってね。一方でこの人なんかまあまあ怖い顔してるけど、なんかあったかな、大丈夫かなって思う人、まあいると思うんですよね。どうですか？ねえ、結構ね、ニコニコしている人とちょっと怖い顔してる人とね。で、どうですか、ニコニコしてる顔の人って、どんな人だと想像イメージされますか？きっと優しい人なんだろうなとか、いいことあったんだろうなとか、きっとこういう前向きな、メンタリティの人なんだろうなとか、そういうこう印象を受けると思いますね。逆にこうなんだろうな、怖い顔してる人、なんか怒ってるような顔をする人の印象って、そういう方ってどんな風なイメージを持たれますか？うん、きっと神経質なのかなとかね、ちょっと厳しい人なのかなとか、怖い人なのかなとか、なんか嫌なことあったのかなとか、なんかねそんな印象を受けますよね。そうなんですよ。顔ってその人の心が現れるみたいなことをね、よく言われるんですね。だから、そんな風なこう印象をね、たとえそうじゃなかったとしても、なんかそういう印象をね、想像するわけですね。今の話を聞いてどう思われましたか？そう、自分はどんな顔してるかなみたいなの気になりません？ね、だからね、時々こうやってね、自分の鏡を見ながら、自分がどんな顔をしてるかなみたいなことをね、あ、私の部屋が映ってますけどね、時々ね、自分の鏡で自分の顔をねチェックするといいかもしれませんよね。で、自分の顔は自分で見ることできませんからね。最近ね、ある尊敬する年配のね、先生に、こんな話をしました。牧野先生って、顔はねって、自分の心にこう罰をつけてるのか丸をつけてるのか、それが現れるんだよって。で、自分は罰をつけている癖があるのか、よく物事出来事に丸を作る、ね、肯定する、そんなこう癖があるのかっていうのは顔に現れるんだよって、ことを教えてもらいました。じゃん、はい見えますかね。よくこの物事に、否定的に見たり罰つけることが心地よい方は、顔もね罰になってくるんだよみたいなね。で、どんな出来事もいろんな出来事があるけども、そこにねあるを見つめる、その良さを見つめる、であるを見つめてありがとうって感謝をするような、そういう心癖がある人は顔をねだんだんとね、目とか口で丸っていうね形ができてくるんだよって。だから心の中に、罰をつける癖があるのか丸をつける心癖があるのか、時々自分自身を見つめてみるといいよねみたいなねどんな自分が心地よい生き方、かなみたいな話をね、してくれたさったんですよね。いい話だなと思って、こういう話を子供たちに投げかけて、
みんなはどう思うみたいなことをね、子供同士とこう心のことについて語り合えると嬉しいなってことを思いますし、そんな心のことについて子供たちもこうそんな話を先生から求めているんじゃないかななんてことをね、思うんですよね。今日は丸パツをつけるで、こと、あと自分の心が顔に現れるみたいな話をさせていただきました。なんかそんな話と結びつけて心地よい人生を歩むことに、つながっていくといいななんてことを思って、今日はそんな話を紹介させていただきました。今日の私のお話は以上になります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。